二式小銃は第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の小銃。有坂銃の一つである99式単小銃をベースとして、低身兵が落下山降下時に不便なく、小銃を携行できるよう二つに分割可能にした低身連帯用の特殊兵器である。低身落下山、低身落下山から、テラ銃、二式テラ銃とも称される。 二式小銃ドイツ国防軍のカル98キロには空軍効果量兵用に試作された特殊型が2種類あり、一つはカル98-42と呼ばれる重心と機関部の境で回転させて前後2つに分解する方式で、もう一つはカル98キロ V39 及び G33-40 と呼ばれる重傷を蝶次外で折りたたむ方式であった。 その機構を帝国陸軍が模倣したものが、姿勢百式小銃及び姿勢一式小銃であった。姿勢百式小銃は99式単小銃をもとに、カル98、42の分解方式の機構を完全に模倣したものであったが、ネジヤマカミア式機構には高精度の製造技術が要求され、当時の日本の工業力では大量生産が難しかったため、その後、 G33-40 の重傷を折りたたみ機構を模倣し、38式機銃をベースにして、姿勢一式の開発に挑んだ。これは、姿勢一式小銃が正式な名称だが、姿勢一式テラ銃とも38式テラ銃とも呼ばれる。こちらも蝶次外の耐久性に難があり、試作のままで終わることとなった。なお、前述の狩る98キロを元にした、 テイクダウン及びホールディングストックのライフルは日本の姿勢100式や姿勢1式よりも完成度が高かったものの2式小銃のような本格的な量産には至ってはいない。これら2つの試作銃と同時期に99式単小銃をもとに44式機銃のスパイク式折りたたみ銃剣を装備した姿勢テラ銃が開発される。海外では エクスペリメンタル9九ペラートルーバーライフルとも呼ばれるこの銃は姿勢百式小銃の分解方式をより簡素化し重心と機関部は差し込み式に改め銃の左側面からくさび型の部品を差し込みネジを回して固定する方式をとっていたレシーバーには形式を示す刻印はなくシリアルナンバーと工場マークから名古屋工場で七丁ほどが試作されたとみられるこの 姿勢テラ銃は、銃剣が44式と共通であること、機関部へのくさびの差し込み方向が左右逆であること、交換がねじ込み式で取り外しが可能であることを除いては、二式小銃とほぼ同じ構造であり、この銃の開発を経由して二式小銃は正式採用に至ったものとみられる。一般的な不評用の小銃では落下,下時に長い重心が邪魔になるため、 99式単小銃をベースに前後に分解可能にし、低身兵がこれを携行したまま降下できる、要、帝国陸軍の空挺部隊たる、低身連隊用に開発された、特殊兵器が二式小銃である。降下時は分解して、専用の銃袋に収納、携行し、着地後に組み立てる。重心を含む全部と機関部を含む後部に分解することができ、分解結合は、 後部の右側面にあるネジを素手で回すだけで簡単に行うことができる。全部後端から伸びた薬室部分を後部前端の穴にまっすぐはめ込み、後部の右側面についた横方向へ水平にスライドするくさびを差し込んで薬室を穴の髪型に向かって押さえつけ、くさびの後端に取り付けられた取っ手付きのネジを締め込んで固定すれば結合が完了する。分解はこの逆である。 ただし薬室を含む重心を固定する仕組みが簡略で、薬室、重心基部に加わる。保持力が均等ではないため、通常の99式単小銃より、命中精度は若干劣る。二式小銃用には30年式銃剣を短くした二式銃剣を使用する。二式小銃自体の量産、実戦配備は太平洋戦争開戦士は楽からであり、 空挺部隊の訓練や、初戦の乱印作戦における有名なパレンバン空挺作戦では、通常の99式単小銃が主力小銃として使用されていた。訓練や同作戦においては100式輸送機、露式輸送機から降下する低身兵は94式拳銃と97式手榴弾のみを携行し、かさばる99式単小銃は97式銃爆撃機から、 ベッド落下山投下される物量箱に収められ、着地後にこれを発見、回収し、戦闘を開始するものとされていた。しかしながら同作戦では風に流されるなどして、物量箱を発見できず、手持ちの94式拳銃と97式手榴弾のみで戦わざるを得ない、低身兵が続出したことも問題となっていた。 上述の通り二式小銃の部隊配備時にはすでに、初戦の大規模空定作戦は終了しており2月14日に、実施、分解結合の利点を生かす機会も少なく、通常の99式単小銃と同様に扱われ、一般部隊にも配備された。ただし、1943年10月からは、通常の二式小銃とは別に、既存の99式単小銃を二式小銃と、 同様の分解結合構造に改造することで調達を容易とすることを狙った99式小銃の生産も開始されている。敗戦後は警察予備隊や東南アジアの独立義勇軍、ベトミンなどの路角兵器として1960年代まで使用されていた。変わったところでは分解可能という特性からアメリカ映画において小道具として用いられた。 総生産数は契約19000兆で、これは1942年から1944年の間に生産された。試作一式テーラ1025番 EXPERIMENTALQQPARATROOPERIFLE-MILITARYSURPLUS.com。ありがとうございます。